先生、今日は何の虫を使うんでしょうか。はい、今日はね、秋の味覚、サクラケムシ。おー、いいですね。です。はい。うん、で今ここにあるサクラケムシなんですけども、これはいつも使ってる幼虫です。はい、で今日はですね、今まで使ったこと多分ないと思うんですけど、これサナギなんですよね。あ、ないかも。ね、多分ないと思うんですよね。で、たまたまのサナギも手に入ったので、ちょっと幼虫とサナギを両方ですね、チョコでコーティングして、あ、美味しそう。ポッキー風にしてみようかな。わあ、いいですね。そんな感じで、うん、シンプルなんですけども、はい、ちょっと試してみたいと思ってます。材料は本当シンプルなんですね。そうですね。で、これね、ちょっとまだ成長しきれてないので、うんうんうん、葉っぱを一生懸命むしゃむしゃ食べてる段階のやつだったので、なるほど。それほどね、桜の香りがあまりプンプンしないと思います。ちょっと嗅いでみてください。うん、しますします。多少しますけどね。うん。うん、こっちはどうかな。こっちよりもでもしますよ、ちゃんと。いくらしますよね。うん、だからその わずかな香りでもチョコで結構うまくコーティングすればね。はい。味わえるんじゃないかと思って。なるほど。はい。ちょっとそれやってみましょう。はい。こっちの幼虫の方は一応ドライっていうか乾燥させてますのでこのまま。コーティングできますけど、はい、サナギの方は一応生なので、はい、ちょっと炒めて、なるほど、パリッとした感じをちょっと出したいので、美味しそう。サナギを炒めましょう。はい、はい、じゃあ油を入れて炒めます。はい、そんなもんで、はい、お願いします。もうサナギになっちゃうとおそらくその香り、いわゆるサナギなので桜の香りってそれほど多分しなくなるんじゃないかと思いますけどね。うん、こんなもんでいいですよね。はい、はい、美味しそう。お願いします。ありがとうございます。なんか、こんな感じ。はい。いい香り。うん、香りいいですよね。ありがとうございます。油で匂いが抽出されて。うん、そうそうそう。はい。OK です。はい。これはもう丸ごとベチャってつけちゃって。はい。やりましょう。これをじゃあベチャっと入れますね。うん、はい。これイリサクラケムシ、どうしよう、こんな感じで、でちょっと何かで取りますかね、箸で、お箸で、あ、そうですね、ちょっとここに入れちゃうか、はい、これかな、うん、おお、こんな感じでこうね取っていくと、最近あるコーティングチョコレートの、うん、虫の、はい、虫コーティング、オッケー、はい、です。まだあった、あ、いたいた、結構いましたね。これスタッフさんに曲げられますね。確かに、うん、美味しそうですね。いけそう、うん、いけそうですね、はい、はい、でこれをですね、こんな感じにしたらどうかと。あ、いいですね。ね、ヤンヤン棒みたいな、なんだっけ、ヤンヤン、こんな感じにして、ヤンヤンな感じに、手で持てる感じにちょっとしたいんですね。そうそうそう、ヤンヤン、ヤンヤンって言うんですか。ヤンヤンってお菓子があって、なんかこういうこう、うん、棒状のクッキーを、あ、落としちゃった、あ、チョコつけて、そう、チョコにつけて、ありました、そうそうそう、なんかなんつうの、つぶつぶの飾りとかも自分でつけるやつがあって、あれ美味しかったですよね。よし、よし、もう一個、はい、うん、こんな感じでどうでしょうか。いました、はい、完成です。では、はい、完成しました。やったー、よし、はい、早速食べてみましょう。そうですね、いただきます。まず食べたことないサナギですね。はい、サナギがどんな感じかをちょっと食べてみたいと思ってます。うん、どんな感じなんだろう。ちょっとこれどうぞ。はい、これ豚さんですかね。豚、ウサギじゃないですか。難しい、ちょっと太り目の豚、ウサギです。これカエルだね。はい、カエルさん、カエルさんがサナギを食べます。いただきます。いただきます。美味しい。あ、いいんじゃないですか。うん、ね、うん、香りがしっかり出ていて、やっぱ 中身もちゃんと入ってるから、うん、サナギいきますね、これね。美味しいですね。ほんのり桜の木に入れます。私結構しました。明日、はい、そうなんだよね。
チョコに負けない桜キムシ。なかなかいいですね、これ。サナギ。中も、うん、いってるから、はじけてなくてぷっくりして美味しい。はいはい、あ、美味しい。この食べ方いいですね。美味しいですね。桜のチョコレートって感じ。桜チョコだね。じゃあ今度こっち行ってみます、ね。幼虫。ポッキー風ですね。ヤンヤン。ヤンヤン風。いただきます。ミニミニ。うん。あ。はい。ヤンヤンだ。うん。あ、美味しい美味しい。これポッキー風な感じしますよね、なんちゃらチョコって、ね。確かに。ミニミニポッキー風桜棒ってどうかな。桜棒。いいんじゃないですか。ね。さくらちゃんの帽子だ、ここだこれ。さくらちゃんの帽子。さくら帽ってどうですか。さくら帽って名前しますよ。さくら帽がいいんじゃないですか。さくら帽。さくらけむし帽。さくら帽。けむし、なんか虫自体の旨味もやっぱあるし、うん、で、さくらの香りもするし、かつチョコの旨味、甘み、うんうん、っていうのが総合的にこういい感じですごく出てます ね。あのしっとりしたチョコが、うん、サクサクの桜ケムシにこう絡んで美味しいですね。あ、両方ともいいですねこれね。迷いますね、どっちも全然食感違くて、うん、このサナギもいいよね。うん、サナギはね、なんだろう、なんて言うんだろうな、あんまりないですよね、そのナッツが入ってるチョコレートとかじゃない感じ、うん、ですね。あ、これなんだろう、ちょっと考えていていただいて、実はもう一品あるんですよ。え、もう一品？うん、はい、ちょっとそっちから持ってきますね、ちょっと待ってくださいね。はい、わかりました。はい、うまっ、めっちゃうまっ。これなんだろうな、うん、ないですよ、この感覚は。食感的にはサクサクなんですか。いや、しっとり、中にたらこが入ってるみたいな食感。もちろん甘いんだけど、食感はたらこっぽい感じですね。先生はどこに行ったのやら。放棄されてる。もう全部食べちゃう。はい、どうですか。いや、嬉しい。誕生日ちょっと早いかな、おめでとうございます。わー、ありがとうございます。嬉しい。あ、ありがとうございます。はい、わー、虫ケーキ。虫ケーキではないんですけどね残念ながら。ありがとうございます。嬉しい。はい、めっちゃ嬉しいです。いいですか。あ、そうそう、ちょっと初めてかもしれない、バグズで初めてですよね。嘘、もう今3年目、はい、3年目になります。プレゼント、え、ありがとうございます。開けてみてください。バグズで初めてプレゼントもらいました。なに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 、あ、かわいい芋虫スカーフ、かわいい、おいしそうなスカーフですね。かわいい、風呂敷とかでも使えそう、めちゃくちゃかわいいですね。あ、嬉しい、ありがとうございます。なかなかいいですね。なかなかいいですよ、いろんな虫がいっぱいいますね。これ巻いてあるけどね。確かに、かわいい、ありがとうございます。おしゃれ、おめでとうございます。やったー、美味しい。あ、これこんなの作ってんですね。マグズファームだった。知らなかった。ありがとうございます。かわいい、かわいい。まあ、というわけで、はい、サクラケムシもね、うん、美味しく食べていただけたと思うんですけれども、はい、サナギは本当初めてですけども、うん、いいですね、これ。まだいいです。私、思ったんです。先生がいない間に考えたんですけど、うん、
食感はたらこみたいじゃないですか、うん、ああなるほど、はい、たらこが中に入ってるチョコレート、たらこチョコ、はい、食感だけ、食感だけ、食感だけ、はい、確かにそうかもしれない、食感的にはね、うん、ない食感、いやこれなかなかいいなと思って新発見ですね、病みつきになりますね、ありますね、まあ、今だからこそ味わえる秋の味覚、うん、そんな風に思いました。秋といえば栗、芋、桜キムチですかね、うん、そうですね、うん、あと栗蒸しもいますね、栗蒸しもいましたねそうですね、はい、どうしよう、23歳になっちゃったなんてって感じですよ。23ですか？23です。20歳じゃなかったの？違いますよ、23です今22で23になっちゃうんですよあ、そうなんだ、はい、なっちゃうっていうか、いいんじゃないですか、まあね、いやそうですね、23歳は、うん、なんか虫を求めて海外に行けたらいいなと思ってます。行きたいですね、はい、ラオスとか なんとか実現させるようにね、頑張ります、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ頑張ります。はい、よろしくお願いします。お願いします。どうもチャンネル登録待ってます。